さて、世界の目がロシアとウクライナに向けられている。隙を狙って言いましょうか、陰でいろいろと動いているのがお隣の軍事大国中国です。今回は尖閣諸島について取り上げたいと思います。日本とは様々な因縁のある尖閣諸島ですが、今回はここに日本が建造物を作るのかという話題について見ていきたいと思います。尖閣諸島に日本が建物を作ると言い出したのは自民党の高市早苗議員でした。今やタカ派として名高い高市早苗ですが、今から30年ほど前の平成初期、いわゆるバブル時代には、若い女性論客、歯に衣着せぬ自立した女の一人として、同世代の女性からの支持も多かった人物と記憶しています。男女雇用均等法が施行されたことで、性別に関わらず、平等と思われるに働けるようになった時代が来たということで、単なるコピー取り要員、お着身要員と見られていた OL の中にも、総合職という管理職を目指せる職位ができたのです。女性の新しい時代が到来したと、当時の女性たちは、キラキラとした瞳で働いていたはずです。こういった時代に、高市早苗は、知性派コメンテーターとして、たくさんのテレビに出演し、キャリア女性の代表と見られていました。ちなみに、当時の皇太子だった、金城天皇のお妃候補として、必ず名前が挙がった小和田雅子さんも、外務省職員として、世界中を飛び回っていました。当然、この方も、女性たちの憧れの敵になっていたようで、皇太子妃と決定した時には、せっかくのキャリアがもったいないという声が上がっていました。さて、高市議員は、松下政経塾に入って、松下幸之助の精神を叩き込まれたと思われます。その後政治家を目指し、無所属で立候補したものの、落選。落選に懲りたのか、自民党入りして当選しました。松下政経塾出身者には、政治家が多く、彼女の他にも、同じ、自民党の小野寺御殿、河合克行がいます。また、野田佳彦、原口和弘、前原誠二などの野党や無所属議員も、松下幸之助氏の精神に学んできたようです。松下幸之助氏といったら、水道理論で、すべての人々が電気を使えるようにと、様々な発明をしたことでも有名ですよね。いわば、大多数の国民側に立った人だったのに、その教えを受けた人が、与党に入ったということを怒った人も多かったようです。政治家になる目的のため、ショートカットで自民党入りした高市早苗の講演が行われたのが、2022年3月9日でした。尖閣諸島は、言うまでもなく日本の領土ですが、そう思っていないのが中国です。勝手に領有権を主張し、公船を、日本領海や接続水域へ侵入させていることは嫌というほど報じられています。その中国に対して、この島々は、日本の領土であること、施政権が日本にあることを示すために対抗すべきと主張したのでした。そして、尖閣諸島が日本領とはっきりさせるためには、何らかの工作物を設置する必要があるとも発言したそうです。南西に位置する尖閣諸島と対比させるため、彼女が持ち出したのは北、つまり北方領土でした。1945年、昭和20年、太平洋戦争終戦時に、当時のソ連が、日本のポツダム宣言中立後、つまり終戦後に侵攻して占領したため、奪われた形になった北方領土です。そういえば、1945年、8月9日、つまり終戦前ですが、
日本との中立条約を一方的に破棄して、当時の満州へ侵攻したのも、当時のソビエトでした。その知らせを聞いた関東軍のお偉方は、家族と財産を手にいち早く脱出しましたが、何も知らされていてなかった一般庶民は、悲惨な逃亡を余儀なくされ、多くの新たな犠牲者を生んだこと、中国残留孤児が生み出されたことも、絶対に忘れてはならない、史実ではないでしょうか。こういった歴史があるため、日本は、日ソ漁業交渉などと、セットで、北方領土問題を、交渉のテーブルに乗せ、話し合ってきました。解決後に、平和条約の締結という段取りは、多くの時代を経て、ソ連崩壊後も、ずっと継続中だったのです。北方領土については、旧島民のビザなし渡航が、可能になり、旧島民との交流も盛んになったことで、ついに返還に向けた雪解けかと、日本国内の期待が高まった時期もあったのですが、ここ数年は新型コロナのせいで、交流も行えませんでした。そして、ロシアのウクライナ侵攻によって、ますます交流事業は、先細りしつつあります。北方領土返還交渉を振り返ってみると、一番忘れがたい出来事は、1973年、昭和48年、だったと思います。当時の田中角栄首相が、モスクワに乗り込み、文字通りの命がけで、ブレジネフ書記長との会談文書に、北方領土の4文字を盛り込んだのです。ソ連は、日ソ間に、領土問題は存在しないと、ずっと突っぱねてきましたから、これは、ソ連に対して、大きな一歩を踏み出したことになったのです。それ以降、歴代の首相は、ロシアに代わってからも、北方領土問題を取り上げてきました。ところが、北方領土問題を、ロシアとの文書から削除したのは、プーチン大統領と親しいと自慢していた安倍元首相でした。個人の付き合いと国家の付き合いを一緒くたにしたのかと思ったものです。高市早苗は安倍元首相とも距離が近く、後継者と辞任しているようにも見受けられましたが、この点についてどういった説明を受けたのでしょう。国防とお題目を唱える人間が、この問題をスルーしたとは考えられませんが、尖閣諸島への中国の行動に腹を立てた当時の石原慎太郎の発案で、尖閣諸島国有化という話が飛び出しました。全国から賛同する寄付金が集まり、尖閣諸島は2012年、平成24年に日本が国有化したことになりました。とはいえ、中国は手を引こうとはしません。肝心の島に日本人はいませんし、日本のものは何もないからという理由もあるようですね。だからこそ、自民党の中には、ヘリポートや灯台などを建設し、施政権を主張すべきという意見があるのです。高市議員の発言は、その意見を支持しているのでしょう。高市議員は、非核三原則にも触れ、有事の想定を、日本とアメリカとの間で共有しておく、必要があるとも指摘しました。とはいえ、現在の自衛隊と、アメリカ軍間のニュークリアシェアリング、核兵器共有、アメリカ軍の兵器を共有化することは、自衛隊法では想定されていません。つまり、現状のままでは難しいという認識で、自衛隊法改正など法整備が必要であるという意見でした。簡単に言えば、アメリカの兵器を自衛隊が使えるように、自衛隊法を改正すべきということでしょう。こういった発言に対するネット上の反応は、賛同の声が多かったとか。平成初期のバブル期、日本は、政治は三流、
経済は一流と言われていましたが、ここ最近は経済も国民生活も先進諸国の中でも最下位に落ち込んでいます。責任の所在は明らかですが、目をそらすために強い日本復活を唱える人間も多いのではないかと感じています。日本が頼るアメリカで、菅、尖閣諸島の領有権について判断する立場にはないため、領有権の対立は関係当事者間での平和的解決を期待するという中立的な立場を公にしているのです。その一方で、尖閣諸島は1972年、昭和47年の沖縄返還以来、日本の施政下にあるから、日米安保条約第5条の適用対象になるという見解も示しています。要するに、アメリカは、どちらにも、いい顔をして、現地を取られないようにしている、つまりダブルスタンダードと思われるのですが、別の言い方をすれば、したたかで老練な政治手法ということではないでしょうか。正直な感想ですが、日本のように馬鹿正直で、唯一の道しか選択肢を狭めていては、現在のように複雑に絡み合った国際社会では、立場が悪くなる一方ではないかと思うのです。ロシアのウクライナ侵攻を見て、日本も核を持つべきだ。核を持たない国は、核保有の専制主義国家に対抗する手段がないという意見が多くなってきたようです。現在のアメリカは、一昔前の絶対的兄弟国ではなく、同盟国どころか、自国を守るだけで精一杯ではないかと感じられます。こんな状態では、万が一中国が、尖閣諸島を奪ったとしても、動いてくれない可能性があることも日本は想定しておく必要があるでしょう。仮に、アメリカとのニュークリアシェアリングが実現しても、アメリカが有事の際に日本を助けてくれるかどうか、疑問は残るのです。この危惧は、現大統領のバイデン氏に限らず、アメリカ第一主義だったトランプ氏だろうが、ロニアスと中曽根総理と呼び合ったレーガン大統領だったとしても変わりはないでしょう。自国、自国民を守るのが政治家の第一義ですから、同盟国を守るために自国民の血を流すことを了承するとは思えません。日本は思いやりという名前で巨額予算を在日アメリカ軍に注ぎ込む一方、在日アメリカ軍の凶悪犯罪を見逃さざるを得ない立場です。この日本をアメリカは見捨てるだろうと判断せざるを得ないのです。だからこそ、敗戦後にアメリカに押し付けられた憲法を改正、改悪して核武装すべきというのが高市早苗の意見でしょう。賛成意見も多いようです。主権ですが、そんなにアメリカだけに頼っていて良いものかと感じます。世界の多くの国と全方位外交を行い、セーフティネットは、なるべく多く作っておく、必要もあるのではないかと思うのですが、皆さんはいかがでしょうか？海自潜水艦の必要な追跡に、中国軍 093B 潜水艦浮上す2本の海上自衛隊の潜水艦建造は、そう、竜型潜水艦では、12隻の建造が終了しました。最後となる11番艦欧竜、12番艦東竜は、機関にリチウムイオン電池を搭載した潜水艦になるようです。このおかげもあり、静粛性にかけては、
世界ではトップクラスと思われます。比較三原則によって、日本は源泉を持つことはできないとなっています。通常動力型潜水艦しか持てない非凡ですが、リチウムイオン電池が進化したことで、原子力潜水艦より優れた性能を手に入れることになりました。時代がもたらした画期的なテクノロジーの恩恵を受けることになりますし、日本の技術力も諸外国より抜きん出ているとは言うまでもありません。オーストラリアは潜水艦の製造を競争入札にかけ、日本やドイツなども参加したのですが、貿易額1位だった中国からの横やりのせいなのか、フランスに落札ということになりました。しかし、こうなってみると、日本を蹴ってフランスを選んだことをオーストラリアは後悔しているんじゃないかと邪推してしまいます。そして、軍事大国中国も潜水艦で尖閣周辺を先行しているという情報もあります。深い海の底では、どんな行動をしているかは、わかりません。しかし、海底と空、海上からは、中国潜水艦の動きを発見しているのです。では、中国の原潜が、奇妙な動きを見せた映像を紹介しましょう。少し前の話になります。2018年平成30年1月、宮古島及び尖閣諸島の一つである大正島の接続水域、領海に接する一定範囲の公海を先行しながら日本領海に侵入していたのが中国海軍の 093B 型原子力潜水艦です。この艦に関しては写真はほとんど公開されていません。どんなフォルムなのか、諸元も全く不明です。しかし、中国国営テレビの中に、この 093B 潜水艦が映っていたと報じられたのです。中国国営 CCTV、中国中央電視台は、海軍の報告として、公海と渤海で行ったとみられるミサイル兵器システム攻撃訓練映像を放映しました。その映像の中に、他の多くの艦艇とともに、093B 型原潜が含まれていたと思われるのです。CCTV で放送された映像のスクリーンショットを掲載しますね。これが、093B 型原子力潜水艦と推定される潜水艦です。そして、こちらが2018年1月。日本の接続水域に侵入した潜水艦なのですが、093B 型原子力潜水艦とよく似ていますね。そっくりと言っても良いでしょう。この 093B 型原子力潜水艦の特徴ですが、帆の後方付け根にあるミサイルを収容する台形状の膨らみです。方向舵が十字になっていますが、その上に、何かの構造物も見えます。1月に領海侵入した潜水艦と特徴が似ていますし、やはり同一艦と思わざるを得ません。というものの、093B 型潜水艦 G 型を含むは、2015年、平成27年以降に複数艦が就役したと聞きますから、この艦が接続水域に侵入してきた当該潜水艦なのか、そうでないのかは、依然としてはっきりしないのです。同型の別艦かもしれませんしね。では、問題の、なぜ、中国原子力潜水艦は浮上したのか、を推理していきたいと思います。まず状況について説明しましょう。防衛省の発表によると、2018年1月10日、海事護衛艦トライ5航空群所属の哨戒機 P3C が沖縄県宮古島東北東の接続水域を北西に進んでいる潜水艦を確認したといいます。再度説明しますが、接続水域というのは公海ではあるのですが、
領海に接している海域なので、一定の権限が行使できる水域になっています。なので、海上自衛隊は、この潜水艦を2日間にわたって追跡しました。12日午後になって、尖閣諸島、中国名は、釣魚島北西の東シナ海の公海に浮上した潜水艦を発見したそうです。しかも、この潜水艦は、中国国旗を掲げていました。今更の説明は、必要ないでしょう。尖閣諸島は、日本と中国が領有権をめぐって対立している当初ですから、その近辺に中国艦船が出没するというのは嫌になるほどよくあることですね。今更というわけでニュースにもならないようです。自分の家に土足で踏み込まれたようで、気分的には不愉快ですよね。2018年当時の防衛大臣は小野寺御殿でした。彼は、数日後の1月15日、領海に侵入した中国の潜水艦は、小級と呼ばれている093型原子力潜水艦であるという分析結果を発表したのです。この小級は新型の攻撃型原潜で、全長110メートル、水中排水量6100トン、最大速力30ノットと言われます。それだけでなく、長射程距離の巡航ミサイルも搭載できる、原潜ということですから、かなり高スペックな原潜ではないかと思われます。本題に戻りますね。日本の接続水域に侵入した、中国の最新攻撃型原潜が、公海でなぜ浮上した上に国旗を掲げて中国船籍だと明らかにしたのかということです。潜水艦に求められる第一の要素は何か、それはステルス性、隠密性です。つまり、自分の存在を相手に知られないことが最大にして最重要事項ということです。しかし、この場合の中国潜水艦は、浮上して艦隊をさらけ出しただけでなく、同時に自分の居場所を明らかにしたのです。潜水艦という存在である以上、あまりにも不自然な行動に、中国国内でも様々な憶測を呼んだようです。海外のメディアの分析によると、この小級原潜が浮上し、国旗を掲げた理由として、二つが考えられるとしています。一つ目は、日本へ尖閣諸島の主権が中国にあることを主張しようとしたという説。二つ目は、日本の海事の必要な追跡を振り切ることができなかったので、仕方なく浮上し、身元を明かしたという説です。なんとなく感づいている方もいらっしゃるでしょうが、沖縄を含む日本の琉球諸島を、中国は第一列島線として重要視しているのです。第一列島線というのは、東西冷戦終結後に、中国が対アメリカ防衛線と勝手に、下九州から沖縄、台湾、フィリピンまで続く長いラインのことです。台湾には、ことあるごとに、恫喝を繰り返す中国が警戒するのも当然といえば当然でしょう。このラインは、中国とアメリカ、両軍の潜水艦が、年がら年中、潜航行動を展開していると言われている、海域です。だからこそ、隠密という潜水艦としての最大要素を無視して、自分の存在を公表したということかもしれませんね。逃げ回っているうちに、アメリカ海軍が出てきたら、大変なことになりかねませんし、しかし、こういった事態に、中国国内の一部のネットユーザーから、たくさんの意見が噴出したそうです。意見を紹介してみますね。2日間も、日本の潜水艦に追跡されたので、我が国のお供が、
完全に把握されてしまったことだろう。ここまでやられてしまうなんて、最新と言ってるが、昇級は本当に最新源泉か？オトモンというのは、潜水艦おのおのが出すスクリュー音のことで、潜水艦によって異なるものです。つまりは潜水艦の指紋ですから、オトモンデータがあれば、どの潜水艦なのかが明白になってしまうというわけです。他国領海を通るなら浮上して国旗を掲げる必要があるが、公海を先行するときには、浮上したり国旗を掲げる必要はない。あそこは公海だったのに浮上したり、国旗を上げたのは、尖閣諸島での日本の主権を認めてしまったことになるのでは？潜水艦のすべてのデータ、つまり全行動が日本にバレてしまった。これは最大の問題だと思う。日本の潜水艦に追跡された挙句、浮上とは、白旗を上げて降伏したようなものだ以上のように、大半が批判意見でした。最新鋭を誇っていたはずの原子力潜水艦が、日本の海事に浮上させられたことに、多くの中国国民が屈辱だと感じたようです。国家予算を湯水のごとく注ぎ込んで、軍備を拡大し、じわじわと日本に圧力をかけ、優勢に立っていたはずなのに、思いがけないことで足をすくわれてしまったことに、怒りを感じた人さえいたようです。空自が沖縄県北大東島大東村に3次元レーダーを配備するという情報が入ってきました。今回はこの航空自衛隊の配備計画について見ていきたいと思います。3次元レーダーを配備することで太平洋側の防衛強化が期待できるそうです。2022年8月23日、防衛省の沖縄防衛局の職員など関係者が、北大東寺、真野大東村を訪問しました。この島は、沖縄本島から約 360km 東方に位置しています。やってきた人々は、この地域の水道や道路等、インフラに関する現在の状況について確認作業を行いました。これまでに、大東村には、防衛省の委託を受けた民間事業者が、8月上旬、測量調査のために入村しています。これによって、前月7月に航空機から行った測量調査と合わせて、将来的にも精緻な現地の状況把握が進んだことになりました。北大東島の大東村に、こうした動きがある理由ですが、航空自衛隊が装備する移動式警戒管制レーダー設備を持つ部隊を新たにこの島に配備、展開するための事前準備なのです。最大の理由は南西諸島の防空体制強化ということです。空自は日本全国に固定施設であるレーダーサイトを28カ所設置しています。そこでは日本の領空に無許可で侵入してくる不審な機体がないかを常時監視していて、ここからの情報を4カ所の防空司令所に集約して適切な対応をとっているのです。各々の防空司令所では集められた情報をもとに地域ごとに置かれている待機中の戦闘機部隊に対してスクランブル発進を行うか否かの指示を出します。つまり日本の領空を
24時間間体制で警備する体制を敷いているのです。といっても、このような監視体制の用となるレーダーサイトは精密機械ですから、何か不測の事態が起こる可能性もあります。思いがけないトラブル、悪天候による障害、最悪の場合、敵からの攻撃を受けて破壊されることもあり得るでしょう。そうした情報収集任務を完全に果たせない状態に陥ることを避けるため、代替手段を備えておく必要があります。こうした場合、最初に、この役割を担い得る存在というのは、E2C、DIE767 といった固定翼の早期警戒管制機です。これらの機体は、十分に稼働できなくなったレーダーサイトの監視範囲を空から補填する活動に従事することができるそうです。そして、このような航空機でのカバーと並行して、地上でも、その代替品となるものがあります。それが、車両搭載型の三次元レーダーを持つ部隊です。車載型ですから、陸上を移動可能なレーダー設備と言えましょう。移動すれば、敵に所在地がバレることもないでしょうしね。この陸上移動型レーダーサイトは、3つの要素から成り立っている設備だそうです。巨大な筒状の三次元レーダー J、TPS-102A、航空機の飛行データを処理する装置、それらの装置に、電気を供給する発電機という3つで構成されたシステムなのです。その中で中心になるのは、三次元レーダー J、TPS-102A です。前述の通り、巨大な筒状の三次元レーダー J、TPS-102A は、戦闘機等の機種部にも採用されている、フェーズドアレイ式を採用したもので、本体部分を見ても、どこが動いているのかは、パッと見ではわからないようですが、東西南北、上下左右、全周囲の索敵を行える機能を持っているのです。こういった車両搭載型三次元レーダーは、戦時だけでなく、平時でも活躍しています。それは、固定式のレーダーサイトの定期的維持管理のためのメンテナンス等を行うときのことです。今後は、北大東島に常設でこのシステムを配備しようという計画になっているそうです。言うまでもなく、その最大の理由は中国です。アジア最大の軍事大国が、黄海、東シナ海、南シナ海、そして西太平洋へと海洋進出を加速させていることは、知らない人はいないでしょう。この中国軍に対する警戒、警備体制の強化と、年々増強される同国の航空戦力に対抗するための情報収集能力向上が目的です。今回車両搭載型三次元レーダー配備先の候補地として、名前が挙げられている北大東島の大東村ですが、この島とは、別に、東京都の小笠原諸島父島も、検討対象にされたことがあるそうです。父島にも、将来的には配備されるかもしれませんね。北大東島では、航空自衛隊の車両搭載型三次元レーダー配備という状況について、政治的には、道村議会で全員一致で可決されたので、受け入れる方針を固めていると思われますが、場所が沖縄ですから、どうしても、マスコミやメディアの批判は根強いようですね。当然といえば当然とも思われます。沖縄メディアの一つ、琉球新報は、前年2021年12月11日付社説として、北大東島への車両搭載型三次元レーダーの配備に反対しています。沖縄本島は、元より、与那国島、宮古島、そして石垣島などの沖縄の島々が、次々に要塞化されるのではないかという記事で、一部の人からは煽っているとも批判されているようです。
在日アメリカ軍基地の大半が集中する沖縄は、アメリカ車両による交通事故や航空機の墜落事故、少女暴行事件など事件が多いこともよく知られています。なのに、治外法権のごとく、責任を問われることもなく、謝罪もなく、本国へ帰国するアメリカ軍兵士やそれを許す安保条約とは、一体何なのかと心ある人は考えるでしょう。古くは、太平洋戦争時に、凄惨な地上戦闘が行われたことも忘れてはなりません。こうした歴史を経た沖縄に対して、多くの本土住民は同情を寄せているはずですが、残念なことに、日本を取り巻く安全保障の環境は、今まで以上に悪化しつつあります。2022年8月初旬、中国軍が、台湾周囲の6カ所の空海域で、大規模な軍事演習を強行しました。その中で発射された中距離弾道弾5発が、波照間島周辺の日本の排他的経済水域に落下したことは、ニュースで報道されましたね。中国の行動はエスカレートしていると感じられます。しょっちゅう問題になるのが、尖閣諸島です。この周辺海域へ、中国海峡局の艦艇が侵入するのは、もはや常態化しているようです。報道されても、またか、と感じる方も多いのではないでしょうか。尖閣諸島単体で考えた場合、中国が、この島に上陸して占拠する合理性は、かなり低いと考えられるのですが、台湾とセットで考えれば別です。雪がけの打賃という言葉がありますが、ついでに取ってしまいと考える可能性もないとは言えないでしょう。大国がそんなことをするはずがないだろうという希望的観測は、ロシアのウクライナ侵攻で打ち砕かれましたね。中国が威嚇を続けているように、本当に台湾を武力による侵攻にまで及ぶのかと考えた場合、中国側の被害を鑑みれば、得策とは言えないでしょう。むしろ威嚇を強めることで、台湾の一般人が自主的に中国に屈するように持っていきたいというのが狙いとみられます。このやり方は、ロシアがウクライナ侵攻で行っているやり方と同様で、東部ドンバス地方を含め、2014年、平成26年に強制的に併合したクリミア半島のように、占領地域で、表向きは、住民投票によって、ロシアへの編入を選択したと見せかけるものです。前述の沖縄琉球新報社説のように、沖縄本島のマスコミや一部団体は、在日アメリカ軍や自衛隊基地が沖縄にあるからこそ、戦争に巻き込まれるという論理を展開します。しかし、現在のロシアや中国を見ると、たわごとに過ぎないという意見があります。ロシアは、ウクライナ戦争で経済制裁を続ける日本に対し、北海道の半分は自分たちのものだと言いがかりをつけ始めましたし、中国は、沖縄は、かつて自分たちに徴工していた属国だと見さしているらしいのです。その論理なら、韓国も中国の属国ということになりますよね。そもそも、北大東島南方に位置する無人島の沖大東島は、1956年、昭和31年以降、アメリカ軍の射爆場となっていました。その状態に対しての、大きな異論はこれまで起きておらず、過疎化が進む村の現実として受け入れられてきたということです。そうした歴史的事実がありますが、北大東島への空自車両搭載型3次元レーダー配備について、反対を唱える勢力は、沖縄県すべてで無防備都市宣言を出すべきだという、無責任な声も見受けられるそうです。この無防備都市宣言というのは、正式には無防備地域宣言と言います。
宣言した特定の都市や地域に対する攻撃を行うことは戦時国際法で禁じられているのですが、現実的には機能しないでしょう。残念ながら。そもそも無防備地域宣言とは、当の都市や地域が属する国家が他の国家との戦争状態にあることが大前提ですから、戦時国際法のルールによっても戦時である場合にしか効力を発揮しないというわけです。そして赤十字国際委員会コメンタールでは、無防備地域宣言を発行できる主体は原則その国の政府のみであるとしており、一地方自治体この場合は大東村や沖縄県は行えないということなのです。個人的にはいいアイディアではないかと感じるのですが、日本政府をはじめ国家としては、国家そのものが持っている自衛権を一地方自治体がひっくり返すような体制ではありません。したがって無防備地域宣言という戦時にのみ限定的に成立する概念は、他国からの武力侵攻の歯止めにはならないということですね。